マーブル 5B は、蒸気港鈴木木葉瀬や木、川穴子科に分類される、淡水魚。原産地の東南アジアのほか、中国などで養殖され、食用に利用されている。東南アジア原産の淡水魚。熱帯の水深10メートル以下の川や沼などに生息する。メコン川、流域、チャオプライアー川、流域、マレー半島、フィリピン、インドネシアなどに分布する。 川アナゴならびに、ハゼアモクの中で最も大型となる種である。通常、生魚の全長は約30センチメートル程度であるが、最大で80センチメートル近くになることもある。胴体はやや寸詰まりな円筒型で、頭部は比較的大きい。背びれや尾びれを含む全身に、黄色から淡褐色の地に濃褐色から黒い不規則な反転模様がある。 鋭い歯を持ち、小魚、エビ、水生昆虫などを餌にする。腹びれは吸盤状でない。特に昼間には動きが緩慢である。川底の泥や砂礫の中に身を隠す習性がある。日本では和名はなく、英語に従ってマーブル語 B と呼ばれている。タイ語では、マレー語では、イカンケツツ、ベトナム語では、カビ n g t N G、中国語では、 タケノコク魚と呼ばれる。タケノコ柄は、タケノコの皮を意味するが、模様の類似による。中国語を英語に訳した、バンブーフィッシュという俗称もある。なお、タケノコク魚という名前は、メバル類を指すこともあるので混同しないようにする、必要がある。学名のシノニムに書きがある。1990年、ジャイカの水産養殖専門家、セオシゲハルが、 本種の人工種苗生産に世界で初めて成功し、マレーシア農家大学に技術移転を行った。その後、マレーシア国内だけでなく、タイ、カンボジア、ベトナム、台湾などに導入され、ついで中国南部でも養殖が行われるようになった結果、現在ではこれらの地域で食用として流通するようになっている。また、試験的なものも含めると、アメリカ合衆国、 オランダ、ドイツ、トンガなどにも導入されている。食用に利用されている。肉食性の白身の魚のため、癖がなく、淡白の味わいが特徴で、ビ味との評価が高い。癖がないため、虫魚にして、持ち味を活かすことが多い。観賞魚としても輸入されており、金色や銀色に近い色の個体は珍重される。FAO 水産養殖局ウェブページ。 ありがとうございます。